はい、こんにちは。今はインドのコルカタ、カルカッタに来ています。昨日じゃなくて今朝の4時にここの知り合いのお寺に来ました。妻がインドに来たいちゅんで一緒に来たんです。いやー、朝の4時でね、電気真っ暗な、なんかお茶屋さんがあって、一杯が6ルーピー、11円ぐらい、結構おいしいお茶だったんだけど、そこの横でおばちゃんが路上で寝てました。びっくりしました。まあ路上生活は楽じゃないでしょうけど、カースト制が厳しいんで、数百のカーストのランクがあって、結局路上の人は路上でしか生きる道がないんですよね。他の職業とかできないんですよね。だからカースト厳しいなと思いましたね。というのは、例えば QFS の Q4 なんかね、人たちは使えないですよね。どうやってインドの場合はさ、ベーシックインカム始められるのか、不思議ですよね。とにかく、それからですね、インドに来て一番知りたかったのは太陽と空気ですよね。日本と違いがあるのかと思ってね、違いないですね。日本と同じで太陽が強くって、空気がきめ細かくなってますね。同じだから安心しました。とりあえず終わります。ありがとうございました。